私実はちょっとした報告があります。ナナちゃんをこれから助けに行こうと思って。私の話だしね。そもそも私の感情と奈々ちゃんを助けることとどっちを優先させるかなんて決まりきってることだよ。言ったでしょ、私はあなたの力になりたいって。それに特には関わらせたくないの。ねえ、ちょっとだけ語っちゃっていいかな。特にね、いろいろひどいこと言っちゃったんだ。しかもそんなことしておいてすごく自分勝手なんだけど、私彼と一緒に過ごした時間はとっても楽しかったって思っちゃってるんだ。何もかもが妄想でまみれたまやかしでしかなかったのに、学生生活もあの学校に私やタクが通ってることも、ダイチンと友達だっていうことも、私がタクと一緒にいようとしたことも、タクの存在そのものも、タクってどうしようもないくらい情けなくて、どうしようもないくらい弱くて、きっと普通の女だったら見向きもしないような男の子なんだよ。なのに、私の心には、楽しかったっていう気持ちがあるの。なのに、私の心には、もっと一緒にいたかったっていう気持ちがあるの。この気持ちって、何なのかな。そろそろ切るね。本当に大丈夫だって。あなたは何も心配しないで、私が全部決着をつけてくるからね。たくみ、ってなって誰がどうやってここまで運んだんだろあなたは。